では日曜の番組でファントの皆さんでございます、はい。まあね、名前は金がね聞いたことあるんですけどもね。あ、そうですか。はい。本当ですよ。ただあんまりああいうこういうテレビには出ないじゃないですか。そうですね。うん、初めてですからね。はい、皆さんも昔からお知り合いですか。いや、大学がこの3人は一緒だったんで。この3人は大学一緒で。はい。はい、彼は。いや、共通の知り合いに紹介されて。紹介された。はい。この角度から見てもやる気があるようにはね。今それ今ね、ほんまそうなんですね。まあ大体どこのグループにもちゃんと喋ってくれる人が一人はまあね、いるもんね。まあ通訳みたいなもんですよ。ここは誰なんでしょうか。いないっすね。あ、そうですか。というかまあやっていこうぜ。うん。やっていこうぜ。っていうあの、のがあんまり見えないですよね。そうですか。そうですね。どうしようかな。ネタないですもんね。ネタがないんでね、とりあえずタンスから先運び込むか。どこのどれをやん。あ、ちょっと今自分で自分が面白かった。大丈夫ですか皆さん。いや、もうバッチリ。かなりあの闘志はあの結構あるんですけど、あの体があんま表現できないタイプ。なんかあのこう。しゃあ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 。なるほどなるほど。なるほど。この中ではもうぐわー上がってんねんけども、どう表現していいか。その分あのバンドで頑張って。よしよしよし。言ってこい。バンドでやる言うたね。ただ衣装とかはもうそれはありなんですね。ロックンロールはスーツ。スーツで。か革ジャンか。革ジャンか。はい。なとりあえずスーツで。どっちかっていうとスーツの方が今はいい。よしよしよし。今日は革ジャン着ない分ネクタイぐらいは革にしとこうという。あ、よく気づきました。よく気づきました。よしよし。いや、ロックやってるのとあんまり喋ってもあるやんけ。ああ、いや、そんな。いや、あの、ね、やっぱ、よーしゃべらせたら。じゃあ、さあ、ほんなら、バードメン。バードメン行きましょう。ね、一発、出ください。バードメン。バードメン。